はい、どうも、パテモス協会でございます。というわけで、今回は、こちらの、この青き空よ永遠に、ということで、大風が、台風が近づいていると、台風なんか大風かな、班を打つため最後の備えをしなければということで、まあ、行きますかね。班の元へ。はい。裸ですか。動じておりません、ジン君。はい。というわけで、温泉全部巡ると、こういう装備がもらえるんですけど、全裸装備ね。全裸装備がもらえるんですけど、これが実はですね、まあ頭も、鎧も来てないんですけど、こういうね、なんていうのこれ。全なんていうのこれ。うん、ふんどしふんどしか、うん。真の武士には鎧はいらぬ。酔いつぶれた酒井仁が言うてたそうなんでね。まあ言ったもんは武士としてね、吐いたものはね、吐いた唾は飲まねえということで、まあ移動中に足音を立てなくなるぐらいのメリットしかない。これで、まあ、うちのあのゲーム設定、難しいのハードで言ってますんで、もうこっから、裸でハン倒しちゃおうかなと思いましてね。これで言いたいと思います。まあ、では行きましょう。遅かったじゃないか。すまねえな、服抜いてたんだ。お晩です。裸ね、心配したよ。捕まったかと思った。いや心配されるよ、こんな格好してるやつ。手間取ってな。読んでもらえた。ハーンとの戦に加勢するって。そう願うな。この体。待っておる暇はない。風が強くなってきた。朝には大風が来るな。ヒアリは無事に奪えたか。痛手を負わせられるほどにね。それとクロードに従うため城を抜けた兵を見つけた。万端だ。夜明けと共に攻めるぞ。お前それで行くんかよ。そう伝えるよ。みんなに会ってきて。はい。話を聞きたがってる。聞く気もうせんだろ、この格好してたら。ふざけんなと、ここの最終決戦に裸で来るてってなるよな。まあ、というわけで行きましょうか。よし、行くぜ。イェーイ、身軽になった気がする。うわお、すげえ自由だ、俺は。ウェーイウェーイイェーイ。はい。酒井様。はい、酒井ですけど。杉寺の長がいて心強いぞ。長だなんて、名乗るつもりはありません。だろうな。だからこそふさわしいのだ。お主の兄君と、僧兵らの仇を討とう。故郷を取り返すだけで幸せです。マジかよ、お前。もう、開けられんの言うとったやん、お前。手が汚れちゃったから。もうすぐなんか住職っていうか、この寺の坊主になっちゃって戻ってるよな。言葉が嘘ってないよな。先にあの、サブミッション終わらしちゃってるから。本当にもう。ノリオちゃんはやっぱり坊主でしたね。先生酒井めっちゃ飛べるような気がするな、こっちの方が。あ、ユナもいるやん。燃えた。その弓、頼りにしております。熱いやろな。約束は果たしたぞ。深く感謝いたします。あまり干渉にふけるでない。先生もでしょう。覚悟はつきましたか。この世に生まれた時からな。マジかよ。明日が待ち遠しくてたまらんが。カッコつけたら先生。やけどしたら。体力大丈夫かな。しっ。えい。あなたの恩人です。ケンジ。はあ、さあ、いよいよですね。機嫌が良さそうだな。当然ですよ。一日中酒を飲んでますからね。あまり飲みすぎると、明日起きられなくなるぞ。遠足前か。戯れはさておき。明日は力の限り戦います。タカのためにもやるじゃない。ケンジ頼むぞ。ケンジ、我らは味方です。あとはマサコちゃん、怒られそうやな、こんな格好だと。マサコ、あ、これユナか。ダメだ、ユナと喋ったら終わっちゃう。おったふっ、あったけえな。あったけえ。ジン。ああ。
おいでくださるとは。叱る時に参ると申したであろう。ああ言うとったな。私もハーンを葬りたい。奴は夫を殺し二人の息子を奪い負ったからな。必ず裁きを下しましょう。私も力を尽くそう。よろしくね。お休みを。明日は長くなります。長くなるね。もしくは短いか。すぐ死ぬかってことこれ。きつ。行くか。ユナちゃん。よろしく。話します。お主に助けられてから随分と遠くまで来たな。ジンは重くて引きずって歩いたよ。そうかよ。男にしなきゃ村に戻れなかったか。今みたいな感じ。笑ってればいいかよ。今は裸やね。すべてはお主のおかげだ、ユナ。あんたは死ぬなよ。これまで辛いことばかり。大事な人も亡くした。お願いだ。だがハーンを止めねば。もういいよ。一緒に船を見つけて静かな地に逃げる。マジかよ、ここまでやってかよ。戦は侍どもに任せりゃいい。ここまでやって。それは本心か。いいや。俺が死んでも戦い続けてくれ。あんたってやつはひどい男だね。そろそろ休む？まだだ。今はあと少し共にいてくれ。ちょっと恋愛チックやの。泉の港。ジン、寒そう。いよいよだ。この時を逃せば二度とハーンを撃てなくなる。ケンジ、ヒアリの手はずはいかに。いつでも矢の雨を降らせられますよ。マジか。よし、ユナの合図で放つがよい。猛虎は束になってヒアリを奪いに来るだろう。我らはそこを叩く。火薬も旧兵も定められた場にある。さあ参ろう。社会皆の者、ノリオちゃんおらへん。ブーンを。いざいざ。ジン、志村様はいないね。じきに大風が来る。我らも始めるぞ。合図の矢は放てるな。よし、殺せ。いくぜ。おー、いった。猛虎が来るぞ。すべてなで切りにしろ。なで切りにしろ。で、戦いってこと？そういうことだな。ちょ、俺は裸やから、お前ら頑張れよ。爆発して、めっちゃ爆発してるよ。とにかくお前ら頑張ってくれ。俺はクロードの方を何とか。息子らの敵！後ろを取られるな。くれ。通しちゃダメだ。恐れず戦え。危ねえ。これ後ろがいいか。見えねえ、見えねえって。危ねえ。とりあえず行った。見えないよ、木で。俺は後ろから行くぜ。よし、オッケー。よしよし。とにかく俺は規則に行くぞ。やめろやめろ。俺は裸なんだよ。俺は危ねえだろ。やろう。危ねえ。ちょっとお前来んな。危ねえだろ。俺は裸なんだって。あんた、めちゃくちゃヘリやき。お前、俺のクロードの方で やめてくれる。死ね。死んだ。やべ、死んじゃう。痛え。勝てえわ。離れよ。ほら、一人、オッケー。これ敵？
後ろから後ろから行くよ。よし、オッケー。よっしゃー。引くな。いやいや、引く囲まれてしまうと押し返すのだ。いや、とりあえず返させて。皆殺しだ。ちょ、お前ら頑張れ。おめえらが頑張れ。危ねえから俺は。回復するかしゃあないし。こんなアイテム使ってくか。これ。それクロードの方、クロードの方行かないと。いいぞ、ババア、やれ。やれ、俺はこっそりで行くから。やった？危ない危ない。帽子を言ってる。こっち行こう。危ねえ。ちょっと危ないから。殺した！ああ、俺にやらしてくれや。最後のとどめだけやらしてくれ、俺に。おい。戻れたんですけど。あ、なんかあった。やばい、もうやめろ。俺やめろって言ってた。俺のクロードの方で返せ。やばい、やめろ。やばい、やばい、やだ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 って、やだ。お前敵、おクロードの方よこせって俺に。お前消極的な戦いになっとるからやべえぞ。これは。だから倒れてる。さてこう。はい。耐えた？よし、耐えた。耐えたっぽい。ふう、耐えた。なんとか耐えたぞ。ちょっと回復待とう。よし、あとクロードの方3つぐらいできるか。でね、ここなんですけど、この先のそこのつららチックなところ、ここに猛虎のなんかあった気がする。これ最後なんですよね。よし、オッケー。もうこれしな、これで全て入手済み。オッケー、これでフルコンプしました。全て収集品がね、はい。まあトロフィーに関係ないんやけどね、この猛虎の品とかは。でも取りました、返してもらおう。なんか、クナイとか何番だよ。もう、クナイねえじゃねえかよ。爆弾しとこうか。あ、クナイあった。よし。クナイは欲しいな。よこせ、いろいろ。クナイ欲しいな。この全裸で行くにはね、やっぱね、こういう小賢しい道具がいっぱいいるんだよ。ねえかな。なさそうだな。もう一回じゃあ、諦めるか。あ、ここにいっぱいある。いっぱいあるわ。よこせ。くない何番だった？くない2か。めっちゃ欲しいな。うまくいったね。猛虎は陣を整えておる。その隙は与えません。ノリオが丘の上の兵を率いておる。ならば落ち合い、加勢しましょう。加勢しましょう。ノリオと共に行けと。ノリオそこにおるかな。なんか使いたいな。皆さんご無事で。あのリオちゃんいるやん。この地で片をつけましょう。今日をハーンの命日にします。そうかい。志村殿のご加勢は待ちません。私たちはダイモンを攻める。猛虎の気をそらすから、その隙に忍び込め。わかりました。死にに行くつもりか。ここまで来たんだ、今さら引くつもりはないよ。おのおの方こそ誠の勇士。勇士、ま、正面でやってる間に裏から入って兵の相手は任せな。みなく、じゃあちょっと俺もちょっとかぶくわ。もうちょっと、じゃあこうなりゃな、俺も士気高めていかなあかんから。よし、やっぱりちょっと歌舞伎もののね、これだ、これでいこう。皆さんか、もうとにかける情けはないぞ。戦え、酒井様に。これはあっちだ。完全なるギャグやで、お前、これ。完全なるギャグやで。あと一人いるわ。
やれる範囲まで。あ、うちはどこなんだよ。オッケー、危ねえ、バレかけた。とりあえず死んでいってもらおう。弓は使っていくか、そんなに。やはり、よし、OK。よしよし。クロードの方も溜まってきとる。全滅していってやろう。あそこにいるな。とりあえず、弓矢のやつさえなければ、急にピンってダメージ食らうことはねえから。屋根に登らねば、敵陣を見渡し、ハーンの居所を探り。全滅してやろう、こいつら。結構いるやん。あそこのやつ先始末すっか。ほい。よし。ほい。3人。あっ！やべえ、やっちゃった、落ちちゃった。飛び降りたんだよ。間違ったんだよ。すまねえな。一人ずつ来いよ。よし、クロードの数使いたいから。やめろ。やべえ、はい、立て。一応来てる。どうしたの？危ねえ危ねえ、隠れよ。危ねえ、バレた。飛び降りちゃって、ちょろっと落ちるとかねえのかよ、こいつらに。本当です。クロードの方は死守したい。気づいてんでしょ。どっち向き？あ、こっち向いてんのか。バレてんのこれ。さあ、来いよ。いいぜ。What's up, Irch, mitten zur Rimmstäbe? 絶対見てる？よしよし、なんかわからんけど。壁越しにドンってやったった。危なかったー。これで無敵モードやから、クロードの方は3人まで。これちゃんとやっとかないと。あそこにも1人いんな。こっち向いてやがんな。反対向け。やってやっから。いいぞ。いいぞ、ジン。登れるようなとこねえのか？登れねえか？こっち側からじゃねえよ。じゃあこっち後にしよう。ユナラが頑張ってんだから、ゆっくり行こう。よし。オッケー。ほい。ほい。どこに？この辺にはいねえのか。あそこ3人か。あれやったろか。神経、ポンランドか。こいつ強そうだな。よし、頑張れ。アルボン頑張れ。よしけ。ぶっ殺せば、こっちのもんだ。頑張れ。おめえら頑張れ。テルテンペノ。え、死んだ？負けた？もう負けたお前ら。マジかよ、もう負けたんかよ。弱えな。いけ、頑張れ。頑張れ。頑張れ。お前たち頑張れ。バレてら。バレてら。勝った？無理でねえだろ。死ぬだろ、あいつ。よっしゃ、はい。うめえな。あと一人どこ行った？あんなとこか。おい、バレ。うどけくちゃはるた。え、ぬくちて。ちょ、バレるやん。一瞬近く出たのに。あそこよちよちしてるやつ。あぶねあぶねあぶね。どこだ？あの櫓を登れば敵陣を見渡せよ。して、よし、オッケー、よっしゃ。いいぞ。あ、なんかアイテムよこせ。クナイとかなんか鳥持ち爆弾的なやつ。あ、死んだ。あれどこ行った？この辺よちよちしてたやつ。櫓とか知らねえよ。とりあえず後だ。そういうのは全滅させよう。よし、オッケー。アイテムねえのかな、良きアイテムは。
あそこいるね。こっちより向こうにはもういない。出て。おい！やべ。あぶねー。おい、バレそうなっとるやないけ。やめろって。乗れないのこれ。乗れしよう。オッケー。締めたいね、ジン、ここ、こういうところは。おる、おるけど、あそこ見てるやついつあれ。あいつ先始末すっか。どこでやるか。もったいないし。よし、オッケー。これでいける。あいつ死ぬぞ。死ね。こいつ、あれかな。ボス的なやつかな。え？マジで？とりあえずやべえわ。ああ使っちゃった。もったいねえ。もうやるしかねえか。え、終わった。あ、終わった。あ、一応解除できた。よかった。お、クロードの方使ったんか思った。え、なに、クロードの方つくなったん？こいつの首でも落とした。いや、そうでもねえな。何、一瞬クロードの方なってんけど。危ないね。無駄に使いたくねえわ、俺。そういうの。よし。もう一人どこ行った？もう一人おったし、今。危ねえな、この裸緊張感半端ねえわ。よし、これ行こう。矢倉ってどこだよ。あ、目的地あれ出てるやん。あ、そこいるやん、敵。どこ使ったのか。これか。ちょっと見て。こいつどっち向いてんの。こっち見てるな。やばいな。二人いるもんな。帰ってきた。登れる場所ねえの。うまいこと。反対側から回れねえのかな。やっちゃおうか。ケツにポン。頑張れ。よし、よしけ。お前ら同士打ちだ。やれ、やつをやれ、やつをやれ、あやつをやれ。ん、いけるだろう。頑張れ。なんで行かないの。行けや、はよ。ケテルケ。よし、いいぞ。戦え。そうだ。よしよしよし。もう殺せ。あー、殺されたあいつ。ネクンツンパチシャ。ケントイン。あだー。よし、オッケー。よし、オッケー。ザコメが。ザコメが。このザコメが。よし、来たから、ここか。ここでいいんやな。ヤグラ、来た。よし。コテンハン。コテンハンおんの。おお、おじ上。あなたもんたくないから邪魔そうやな。行くぞー。さあ、来た。おじ上来たぞ。笑ってる、ちょっと。イエーイ。屋敷にたどり着くのみ。ちょっと危なっかしいな。ドカドカ言ってんな。よし、というわけで今回ここまでにしたいと思います。次回この続きからやっていきます。パテゴス協会でございました。ご視聴ありがとうございました。